はい、どうもどうも、日暮らしの松です。今回は、恋ベタが入ってるんですけど、恋ベタのメスが入ってるんですけど、ダダン、臭いよって言ってるんですけど、イモリを入れていきたいと思います。1匹だけなんですけど、本当はもっと入れたいんですけど、今回はとりあえず1匹だけ様子を見ます。で、なんか僕がいつも言ってるところで買ったんですけど、こんな感じで水がめっちゃ汚れてるんですよ。で、これはさすがにかわいそうだなって思って、買いました。こうなんか汚れみたいのがついちゃってて、よし。で、一応両生類なんで、こいつも変温動物なんで、上がってこい、上がってこい、オッケー、オッケー、そのまま、オッケー。では入れていきたいと思います。いきなり水の中だとショックであれしちゃうと思うんで、ここら辺、あ、落ちるの。はい、大丈夫かな。なんかちょっとあんまり状態は良くないと思うんですよ。だけど、なんか色が薄いんですよね、黒の色が。状態は全然良くないんですよね。なんか言ってることが重複しちゃったんですけど、大丈夫かな。僕のテラリウムでゆっくりしてください。恋ベタがなんか恋ベタが攻撃したり、イモリくんが恋ベタに攻撃したりしたら、恋ベタをちゃんと他のところに移すつもりです。お、登ってる。クライミングが趣味だと逃げる可能性が大なので怖いですね。ちゃんと蓋は閉めるんですけど、なんかすごいミノカサゴくんまで興味津々みたいな、ずーっと見てるんですけど、じーってこれ面白くないですか。なんかじーって、あ、俺のことを見出したなんかミノカサゴは完全に餌が欲しいんだろうと思います。ほら、なんか全体的に色が薄くないですか。赤の部分もオレンジって感じなんですよ。なのでちょっとなんかいつも行ってる店がの管理がちょっとダメかなって思いました。しかも結構でかいの買っちゃったんで、寿命で結構すぐ死んじゃうかもしれないですね。で、餌はこちら、光ウーパールーパー。なんでこれにしたかというと、ここにイモリくんがいたからです別に特に理由はないです。はい、こんな感じでなんかぐったりしてるんですよね。ちょっとあんまり状態の良い個体ではなかったかもしれません。でも多分なんかもう今日のイモリの管理はすごくひどかったと思いますね。水の中、まず水がめっちゃ汚れてて、で、超もうミイラになりかけみたいな、もうミイラみたいなイモリを売ってたりとか、本当にこんな感じで、僕が知ってる赤原イモリって、黒に真っ赤な模様みたいな感じなんで、まずこれが赤原イモリか分かんないですけど、あ、動き出した。そんな感じで、ちょっとサムネ用になんか撮りたかったんですが、あんまりいじくり回すのはちょっとかわいそうなので、こいつをこのアクアテラで元気にさせて、僕の有能なペットとしてやりたいと思います。で、恋ベタの赤ちゃんがほぼ死んじゃいましたね。
まあちょっと関係ないんですけど、なぜダメになっちゃったかって言いますと、まあ言い訳というかあれなんですけど、僕39度6分の熱を出してたんですよ。でその時に餌をあげてなかったんですよね。で多分餌が問題だったんじゃなくて、僕的にはあの水槽の水が汚れてたからダメになっちゃったのかなって思ってます。あの汚れてるというか酸素が十分に補給されてなかったのでダメだったのかなって思ってます。で今残ってる恋ベタの稚魚が5匹しかいないんですよ。なのでまあその5匹をちょっともう半ば諦めかけちゃってるんですけど、5匹をまあちゃんと全力で最後まで育てたいと思います。おでこいつの名前、こいつの名前はどうしようかな、ティラノザウルスで、いやもうそんな呼びにくいやつはやだ。どうしようかな、イモノスケでいいや、イモノスケに決めました。色が変ですよね。まあこのテラリウムでゆっくり休んでくれることを願います。なんかもう脱走を図ってるような気がして怖いんですけど、これくらいで終わりにしようかな。もう最後はイモリ映ってないという状況なんですけど、ご視聴ありがとうございました。今日はイモリ編でした。あ、イモリ映ってるはい、ではさよなら。お、出てきた出てきた。ちょ、終わろうと思ったんですけど、いいですね。でもなんか色がおかしいですよね。なんかトゥルトゥルしてるし、まあこの水槽で元気に暮らしてほしいです。ではご視聴ありがとうございました。さよなら。はい、イモリ買ってから1日経ったんですけど、これ卵じゃないですかこっちにも1個だけあります。4個だけ卵があるっていう。まあでも多分この卵無精卵だから産まないのかな。メスとオス一緒にして、まあそのショップがどうなってたかわかんないんですけど、多分受精してないやつなんで、多分この卵は無精卵だから羽化しないのかなって思ってます。まあちょっと詳しい方では、まずこれが卵なのかうんこなのかどっちかわかんないんですけど、詳しい方いたらコメントよろしくお願いします。では、さよなら。